ス刺せばいいねんですよな、これを、まあ、まずはな、これを刺すだけ、まずはこれ、でも多分な、降りるときにずれるって多分ずれると思うねんな。あ、ちょっと早いわ、奥にずれろ。あ、でも奥にずれるな。え、これアーム刺したらどうなるんやろ。よからぬことを考えてる。奥にずれるからミスったよ。奥だ、奥の練習いいんじゃね。あ、いった。OKOK、見たか、これが実力や、これが実力、これが俺の実力。すげえ、これなんか音鳴った。そやな、アーム入れようぜ。その実力はあれかな。アーム入れてみよう、一回。あと横がどこまでいくかや。いや、若干あれか。ここいいんじゃね。あー、惜しい。あ、でもいける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 。なんか動きがタクってした。だってなんかアームついてるのにさ、ボーンもあるって。あ、これギリギリぐらいか。入った。アーム入れるかさ、うん、棒入れるかどっちがいい。え、まあ、棒の方がやりやすいのはやりやすかった。棒がちゃんとした正攻法やねんけど、あの、でもな、左アーム男はやっぱりな、左アーム入れてこそ思考やで。いいんじゃね。いいで、いけるいける、うまい。男はやっぱりな。男はやっぱりそっちの。男はやっぱりこっちじゃない。あとは真ん中が空いてる、これ真ん中が空いてるから引っかかったんだけど。あ、なるほど。手前が空いてるから、じゃあこっちでやってみるか。そうやな、穴入ってるのに無駄にしてるからな。入っても無駄にしてる。結構いかなあかんね。あ、ミスったかな。ちょっと奥行きすぎてるな。あー、かけるの回やから。頑張るわ。先にアーム入れたがるって。いや、微妙やな。チョンぐらいでいいかもしれない。ごめん。結構いったね。いいんじゃね。いや、若干右かもしれない。入った。これで固定されるのか。いや、なんでさっき入れたんだろうな。謎すぎやろ。仕方ないな。じゃあ、あの、今の正攻法やったけど別の取り方があるから。裏技があるらしい。そう、今のの裏技があるから。アームレットの取られん時の裏技があるらしくて。あ、早いかな。早いな。実はこの棒を使ったら得意。そうなんや。そう、お前アーム取らなあかんねん。お前アームで取らなあかんねんけど、なんや。これアーム入れる方が簡単やもんな。アーム入れる方がちょっと簡単やもん。裏技やもんな。裏技やから、その慣れてないっていう。やってるの裏技やから。滑る？滑るっていうか、なんでやろ、その昔の機械特有のみたいな。入った入った入った。めっちゃ引っかかったでも。あ、いいんじゃね？いいんじゃね？もうちょっと置いてやったら。俺なんで？アラカルトの集中が必要やね。目を凝らしてな。
いいやん、集中モード。あ、手前、あ、手前、あ、入った。アラカルトの集中モード、これもう俺が一発で終わらせろ。よし、マジか、小切りやで、もうちょっと右だな。実力じゃなかったらやっぱ滑るって思っちゃうかもしれないけど、滑るっていう、マジで超ギリ、助けてかける、アシスト、アシストする、アシストしてかけるの、アシスト、アームがパターンってどう？多分左にずれとるから大丈夫やと思う。次は手前、手前すぎや。アシスト1回目。あ、これいいんじゃね？はい、はい、え、待って、引っかかってない？引っかかってるやん。やっぱアーム入れた方がいい。あ、手前かな。入った。やった、アシスト1回目で成功した。かける燃え袖やから。